気分次第でスポーツだって気を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて僕を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなってセーブンだったらもう来ないでよって少年も深谷転倒でファイナルラップに途中見える7番車深谷智弘2番手は大きく差が開いた追いかける清水博人に郡司浩平和田幕